どうも、オリックスを語るチャンネルでございます。上位候補ということでございまして、今年のドラフトの上位候補ですね、今年もちょっとお話ししていこうということでございます。まあ上位候補なんでね、個人的には、2位指名12人でしたけれども、まあね、人によってはこう3位までとかいろいろあると思うので、今回は2位候補中心に、3位候補までですね、改めてちょっと見ていこうじゃないかなと、いうふうに思っております。で、まずですね、今年の2、3巡目と、いうことですけれども、まあ、西武から始まって、まあ、ジャイアンツまでということで、そこからね、中日、オリックス、ヤクルト、楽天、広島、バーと、まあ、続いていきますけれども、早速ですね、お話ししていきますが、まず1人目、佐々木大選手でございまして、まあ、1位と、2位、この12番目か13番目以降かという瀬戸際の選手ですけれども、まあ、もし2位で指名できるチームがあれば激アツなんじゃないかなと。今後の公言次第では1位にも、繰り上がる可能性もあるんじゃないかなと思いますが、3位まで残るんじゃないかっていう声もありますよね。続きまして、坂口投手ということで、こちら國學院大学の、投手でございます。まあ、実績ナンバーワンということで、大学生の右ピッチャーでっていうふうに見ていくとですね、かなりの、上の方に来るんじゃないかなと思います。通算170イニング、恵まれた体格とスピードボーラーでございまして、来年ローテ埋めたいなと思ってる球団向けに、なってるのかなということで、オリックスも十分可能性はあるんじゃないでしょうか。そして続いて、富士大学の佐藤投手ということでございまして、佐藤龍之介投手ですね。プロ相手にも好投しましたけれども、まあドラフト1位で予想してました井原投手と変わる可能性もあるかもしれませんが、果たしてどうなのかということで、左ピッチャーで見ていくと、大学生のカテゴリーでいくと金丸投手の次点に来るかもしれないですね。はい。そして続きまして、吉田誠也投手ということで、まあ佐藤龍之介投手を優先するんだったら、この投手をですね、3位だったりとか2位後半とかに、まあ、なる可能性もあるのかなというふうに思ってますけれども、まあ、オリックスが指名するとするならば、どちらもあり得るということでございまして、大学生と同じ年になりますから、直近の登板若干不安があるんですけど、左で152キロを投げれる先発候補っていうのは結構希少性が高いんじゃないかなと思ってます。そして続きまして、はい、武田悠投手ということでございまして、ほぼヤクルトの吉村投手そっくりなんですね。経歴も大卒社会人2年目っていうのも、じゃあ3年目かね、っていうのも、似ていますし、吉村投手は2年目、27歳にして今年9勝しましたけれども、まあ、ジャイアンツの森田投手が去年27歳にして2指名を受けたということを考えると、まあ、2位候補という人もいるんじゃないでしょうか。続きまして、はい、法政大学の吉鶴投手ですね。はい、155位の左ピッチャーっていうのは今年5人なんですけど、まあ、実績が申し分ないっていうのと、怪我がないっていうのが非常に好材料かなと思ってます。はい、その観点でいくと、左ピッチャー同じくですね、環太平洋大の徳山投手ですけども、まあ、今年の秋完全に復活しました。春ね、ちょっとまあ、コンディション不良でっていうところだったんですけど、去年、神宮大会でも大活躍でございまして、ノーヒットピッチングも継続したみたいなこともありましたけども、懸念材料は唯一、怪我かなと思っております。はい、続きまして、はい、もしですね、ドラフト1位で藤田投手を逃した球団から行くんじゃないかということで、高橋投手ですね。まあ、オリックスがですね、藤田投手行かない可能性も全然、もう絶対行かないとも声を大にして言えないです。投手に行く可能性すらもあってですね、ペーターを行ったように藤田投手に行くんじゃないかっていう風な意見も、まあ、ある中で、オリックスとしても、アンダー20の左ピッチャーって少ないですよね。全体的にやっぱ少ない。夏から評価を急上昇させましたんで、去年、トーマス投手を指名しましたが、ここでもう一人指名するっていう可能性は全然ありますよね。続きまして、高校生、仙台育英から、はい、山口投手でございまして、はい、この恵まれた体と、そして高速路、速いボールを持っているということで、193センチ、151キロがマックスということですけど、肘の、手術経験があるということで、まあ、これをどう見るかですけども、まあ、2位指名に関してはですね、はい、これからお話をするんですけれども、村上投手、清水投手、山口投手、このあたりがですね、割と、キーポイントになるんじゃないかなっていうふうに思うので、どの球団がこの3人テーブル並んだ時に、チョイスをするのかっていうのは、すごく興味があります。はい、その観点でいくと、清水投手ですね、行かせていただきますけれども、まあ、過去に判決版をやってるんですよね。はい。山口投手は肘、清水投手は半月板ということで、まあ、193センチ、149キロっていうのは伸びしろかなっていうふうには思うんですけども、ここの手術っていうところと、ロマンと、そして、なんかロマン全振りではなくて、しっかりちょっと安定感というか、そこもですね、100ゼロじゃなくて、ある程度ものになりそうな雰囲気もある中で、
山口投手と清水投手に関しては怪我がどこまで、懸念材料になるのかということでございます。はい、まあ、その中で、はい、一とするならばオリックス好みなのがですね、やっぱ狩生投手かなと思ってるんですね。はい、もし、2位で補強ポイントも抑えるんだと、1位2位で補強ポイントを抑える、個人的には大学生渡辺誠也、2位佐々木対サードみたいな風に見てますけれども、佐々木選手が残ってなくてですね、わかんないですけど他の選手行ったりとかする中で3位でこの投手を、折り好みという形で指名するっていう可能性は全然あるんじゃないかなっていう風に思ってます。まあ甲子園未出場ですけども、夏に急上昇しました。まあ理由としては186センチ、この上杖に対してですね、72キロ細身なんですね。で150キロ超えてるっていうのはかなりやっぱいい素材だと思うんですよ。なので、まあ天井が全然見えないっていうところで見ていくと、オリックス結構好きそうだなっていうふうに思ってるんですが、まあそれと同じく思っているのがですね、ほぼ楽天の坂井投手な村上泰斗投手ということで、神戸弘陵です。はい、まあ関西ということなので、まあ個人的には153キロ投げてます。73キロ、細身ということもあるんですが、上背だったりとかですね、そのあたり込みで、他の選手もいると思いますけれども、はい。そして続きまして小舟投手ということでございまして、過去に腰痛を、持ってるんですけども、はい、スケールはメジャー級ということで、まあ、中垣ヘッドが退団した今らですね、高身長投手を育てられるのかどうかっていうのはちょっと人によって分かれそうな雰囲気ありますけれども、入団後ペーター同様に成長痛とかもありえるんじゃないかなと思ってますね。はい、続きましてニキータでございます。モイセーフでございますが、将来性は北選手なのか柳田選手なのかということで、結構コメント欄ではですね、オリックス来てほしいという声結構あるんですが、高校生の左打ちでセンター守ってて、ちょっとスター性のあるってまんま北選手なんですよね。なのでスケールは大きいのは重々承知なんですが、オリックスに今いる北選手の現在地を見てどう判断するのかという感じになりそうですね。はい、そしてプロでどっちやるんですかと聞きたいのが宮原投手でございまして、はい、代表候補入りで急上昇でございました。153キロ、先発中継ぎ両方睨めんのか、通算145イニング投げてるっていうのがですね、その、まあ、両方睨みできる、まあ、要因の一つなのかなとは思ってます。はい、そして、守備型ナンバーワンショート、浦田俊介選手でございまして、この選手に関してはですね、まあ、ほぼいないですけど、1位っていう声も若干あるそうなんですけど、2から3位では消えるんじゃないかっていう声もある中で、正直オリックスから見ていくとですね、守備型即戦力っていうのは、結構下位で取ったらいいんじゃないかっていうぐらいなので、まあ、優先順位はないですよ。どんだけ高くても3位かなと思うんですが、まあ、他の選手行ってほしいなって3位だと思うので、代表から漏れたりしてますけれども、ちょっと浦田選手縁はないんじゃないかなと思ってますね。はい。そして総合力で評価が高いのが寺西投手ということで、この投手もね、外れ1位から3位までの評価結構分かれてますけれども、まあ、直近登板に不安があるのが、どこまでドラフトに影響するのかってことですけど、日本体育大学で先発としてもし活躍するんだったら、西武の松本航投手以来になりますね。そして、宇野慎二郎選手ということでございまして、横山選手と差別化を図るということで、まあ、早稲田実業からですね、志望届け出したってことは、まあ、上位指名、2位までの指名は確定なんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、プロではね、こう、ショートが難しいんじゃないかっていう声もある中で、まあ、セカンドだったりサード、楽天の浅村選手、ロッテの中村翔吾、そんな世界戦に分かれるんじゃないかと言われてますね。そして、もし1位で外野に入札しないのであれば、行ってほしいのが吉野翼選手でございまして、今春オーバーバレでございます。はい。今春オーバーバレでございます。なんつった？ねえ、まあ、早稲田で活躍、早稲田でっていうか、六大学で活躍すると必ず言われるのが、東大戦なんじゃないかっていうことも言われてるんですけど、まあ、昼間選手とも違うタイプでですね、非常に面白い左のスラッガーですよね。そして、望む声がまあまああるのが箱山選手でございまして、まあ数年レベルの打てる捕手だと思うんですね。去年堀選手を指名しましたが、オリックスが指名をするならば2位ですけども、その選択は全然悪くない、むしろいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。そして最後、さっさココタ選手ということで、今年の夏急上昇ですけども、まあね、横山選手もショートでしたけども、なかなかですね、価値の高い右打ちのショートということで、石塚選手、宇野選手ともに右打ちですから、その時点に来るんじゃないかなっていうふうに思いますけども、ここの選択はオリックスはないんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあオリックス、どの年もやっぱね、ドラフト、うまくいってますけども、やっぱ1位とほぼほぼ同じように大事なのが2位ということで、まあ、この2人どれぐらい、当たるかどうかで、ね、今後の行く末変わっていきますから、非常に楽しみにしております。ありがとうございます。